浜松市浜北区の名産、ハウスで栽培された次郎柿の出荷がピークを迎え、選果場では仕分けや箱詰めの作業が行われました。浜松市浜北区にある選果場では、地元特産のハウス次郎柿の出荷作業が行われ、従業員が形や色を見極めながら選別していきました。ハウス次郎柿はシャキシャキとした食感とコクのある甘みが特徴で、今年は夏の長雨の影響で数は例年より少し少ないものの、綺麗な実が育ったということです。ハウス栽培はコストや手間がかかる分、水管理などがしっかりできるためですね、外観や味がいいものが出来上がっております。コクがある甘さがありますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。この次郎柿は JA トピア浜松の直売所で買えるほか、今月中旬頃までおよそ11トンを浜松市内や東京に向けて出荷する予定です。